レイだよ。じゃん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 。どっち？じゃん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 。五は？真ん中だから。そうなの。真ん中は十へ行くのよ。真ん中は十だから五はどっちに近いの？その言い方が酔っ払いみたいだって言ってんの先生は。十に近い。十って言ってごらん。十。ママのっぱ飲んでしょ、ふざけてていい。いや飲んでたらいいのだ正直に。弟と一緒におっぱい取り合ってる人は、弟がママのおっぱいいじってると僕もいじらしてって言ってる人もいるんだろ。お前そうか。5はどっちに近いでしょうか。10。じゃあ聞きますが、5の一つ前はいくつでしょう。4。それは分かるんだな。4なのよ。1年生だろ。じゃあどっちに近いか言ってよ。はい、この辺。100。この辺。100。この辺。100。50じゃないって。100と0とどっちに近いかって聞いてるんだから。まあそう言わなかったかな。今どっちに近い？100。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 じゃあ50は？100。大きい方入れるね。じゃあ50の一つ前。0じゃないって。50の一つ前。40。40じゃないもん。49。じゃあ49はどっちに近いの？0。0に近いって言うわけね。はい、じゃあ行くよ。これから刺すとか0か200どっちに近いか。あいつ、これは？これは0。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 ここは200。そう、ちょうど真ん中からこっち入れます。あ、なんだ。じゃあ100の一つ前は900。あ、99。何？99。何？99。何だって？99。男なんかほっとくんだよ。何？99。お前なんかほっとくんだよ、無罪で。何？99。うるさい男だろ。こういう男と結婚しちゃダメよ。あの特にあの男、毎日ね、仕事から帰ってくるとね、パンツにうんちゃんついてんのよ。あんたこうやって一生懸命洗わなくちゃいけないのよ。ねえ、早先生、くさい。鼻が閉じるから手にバイキンがついてる。これでお前のほっぺていじってやるわ。じゃあ後で今度ふざけたら。ママのおっぱい飲んでるじゃん、ふざけてていいじゃん。あんたどう見てもこれ見てこない。ママのおっぱい飲んでるムードでしょ、あれ。どこがだよ。じゃあ岡部君、100の一つ前はいくつなんよ。99じゃないよ。だって100の一つ前でしょ。そうだよ。だから99じゃない。99じゃないか。大丈夫。お前98って言ったろ、さっき。お前99言ったろ、お前。僕は初めから99って言ってるもん。考えたもん、分かったもん。あ、でも大丈夫ですか。大丈夫だよ。じゃあ今度は0と1000だぞ。はい、どっちに近い？で。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 ああ、真ん中500は？1000。1000いっちゃった。じゃあ500の一つ前は？499。499はどっちに近いの？で。さあ、そこで入れると捨てるという言葉を覚えてください。入れる。捨てる。さあ、今度は捨てる捨てると言ってよ。はい、この辺は？捨てる。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 ここは？入れる。そう、ちょうど真ん中から入れます。入れる。これは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 入れることはないことはない。なんだってなんだって変なこと言ったな、お前は。10と20があります。はい、これは捨てるか入れるか。捨てる。これは捨てる。これは捨てる。これはゴミに出す。これは捨てる。ここから入れるよ。これは入れる。これは入れる。これはゴミに入れる。ゴミ、ゴミに入れなくていいね。ゴミ、ゴミじゃないんだから。これはお前、10っていうのはですよ、金塊が10個って意味なんですよ。金玉が10個だって。ダメよ。それ禁止用語だぞ、お前。待って。世界の人が聞いたら怒るぞ。0と100です。さあ、捨てるか入れるか言ってよ。どっち？捨てる。ゴミ箱にしてる。いいの、ゴミ箱は。これはトイレにしてる。トイレにしてる。トイレに入れる。これは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 トイレに入れる。絶対この YouTube 今日な、うちに帰ったらな、世界中流してやる。で、この人のお母さん聞いてね、顔真っ赤にしてね、怒ってね。あんたちょっとらっしゃい。違う違う。バシバシバシ。林先生が世界中にメール、あのね、怒らせたけど、なんでこのクソじじい。そのこと言うか、お母さん。嬉しいね。どこから君バレちゃう。じゃあこれは入れる。
入れる。そこでこういう言葉が生まれました。先生言った通りだよ。4は吸ってる。4は吸ってる。5は入れる。5は入れる。どうしてね、先生は4は捨てて5は入れるかというと、もういいか覚えててよ。これは何だった？捨てる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 。ここは4でしょ、捨てるで、5になったら入れる。ねえ、5全然線理が違う。 5は どうするの？入れる。10の方に近いってことで入れるっていうのは、ね、ちょっと日本語おかしいんですけどね。これ4は吸ってる。まあ、昔の知識も考えたんだけど、そういう言葉しか考えつかなかったんだろうね。4は吸ってる。4は吸ってる。お行儀読みします。じゃあ頑張って。4は吸ってる。4は吸ってる。終わり。4は吸ってる。4は吸ってる。5は入れる。5は入れる。おばこがでかい声だったからよし。お前は何でそのでかい声出すんだ。びっくりしてないか。4は吸ってる。4は吸ってる。5は入れる。5は入れる。4捨て。4捨て。5を入れる。5を入れる。もっと短くしようか。4捨て。4捨て。5を入れる。5を入れる。違う。5捨て。5入れるでいいよ。4捨て。4捨て。5入れ。5入れ。5入れ。もうちょっとだから。トイレ。5入れとトイレとは違います。トイレ。あ、10入れ。そこで、死者。誤入。死者誤入。死者っていうのはね、捨てるって意味なの。うん、難しい。で、入っていうのは入れるって意味なのね、漢字で。で、死者誤入。死者誤入。そこで BW の歌を覚えてください。手出して。覚えなかったら何回目だぞいか。すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、すっちゃちゃん。やりなさい、手を出して。やだ。3、はい。すっ、手を出してない。足でやってるもん。足はダメ。指がつかないから。三、はい、しゅっちゃちゃんちゃちゃんちゃ、手出して。手出してるじゃん。叩きなさいよ、じゃあ。いや、三、はい、すっちゃちゃんちゃちゃん。すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃ、四を作って。いい？四は作る。しーしゃ。こう、日本舞踊的にね、三、はい、しーしゃ。五を作って。ごにゅう切り上げ切り捨て。これがね BW のね15番目の歌です。いいね、歌うぞ。あとで一人ずつやって下手くそなんて何回もやってもらうから。いいな。やらんかったら今度はクリスマスパーティーなし。当たり前だよお前。さん、はい、すっちゃちゃん、声が出てない。さん、はい、前奏曲ちゃんと入れろ。さん、はい、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃ、4を作って。しーしゃごにゅう、5だよ。切り上げ切り捨て。歌える？ね、もうちょっと歌える。じゃあもう一回練習したいの。さん、はい、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃ、ちゃんと声出して。三、はい、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、しーしゃごにゅう切り上げ切り捨て。あ、じゃあ今度見てるからな。下手くそに前来てもらうから。三、前奏曲これやるよ。三、はい、それじゃあとても舞踊とは言えませんね。何舞踊だって。舞踊ってのは踊りだ。日本舞踊で日本舞踊わかるかお前。もっと舞踊舞踊じゃあ行くぞ。さん、はい、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、伊藤さん、ちょっと待って。パパのおっぱい飲んでる人はめちゃくちゃやっていい。さん、はい、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、すっちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃ、死者誤入切り上げ切り捨て。三、やってみろ。三、はい、
まあじゃあこうしよう。僕のことを好きで愛してかっこいいと思う人は小さい声で、嫌いでバカで泥まだと思う人はでかい声で、いいね。結婚したい人は小さい声で、結婚したくない人は大きい声でやってください。3はい逆だろうがお前は。だって手が違ってるもん、お前見てたもん今しーしゃだろお前。いやお前やらんしょそんなお前。それじゃとてもマクトタワーで踊れんぞ、恥ずかしくて。はじゃあもうあんたおっとけ、こんなこんな下手くそなこと見たことない。習ってえ大丈夫。じゃあいくよ最後。じゃあ三回でおしまい。いいね。さんはい。スチャジャンチャジャンチャジャンチャ、スチャジャンチャジャンチャジャンチャ、シーショーゴーニュー切り捨て。あ、これね、年によってね混乱するんだよ、教えるときに。どっちがいいか分からんね。切り上げから、切り捨て、切り上げ、どうだろう。もう一回よ。さんはい。そっちゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ、そっちゃ声出しない。さんはい。そっちゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ、そっちゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ、シーショーゴーニュー切り捨て、切り上げ。じゃあやってごらん、みんな切り捨てられる。じゃあ切り上げからでもいいよ。じゃあどっちからでも見てよ。さんはい。それがお葬式みたいだって言ってんの。さんはい。あっこさん上手でしたね。みんな手叩いてやってよお前。じゃああきこ先生、あきこ先生一人やって、伊藤さん一人やってくれ、ちょっとやってくれる人は一人で。嫌だよ、断ります。じゃあ次の勉強移ります。ねえ怖い。